きましょう。表彰ミニスカップ2013北海道大会予選第2ラウンドノービスクラス第1ヒートをスタートいたします。さあ一斉にスタート、ストレートへのヘアピンコーレス一緒だった模様。さあ1周目トップで帰ってくるのはどの選手だ。カーゼッケン4番でしょうか、寺村選手1周目トップ。さあ予選第1ラウンド暫定トップの選手寺村選手、さあ注目してみていきましょう。コース現在左セクションホワイトを基調としたフェラーリ599でしょうかね。はい、バックステータから1コーナーヘアピンを抜けて右手のロータリーコーナー、さあ早くもバックマーカーをパスしていきました。さあ他を圧倒する速さと安定感を持って3周をクリアして4周目ベストアップ14秒080。さあ寺村選手が現在レースリーダー、そして5秒8候補川崎君は藤井選手現在2番手。さあその藤井選手予選の第1ラウンド暫定11番手、そしてそこから今後6秒圏内ですね。3番手川崎君は倉谷正幸選手現在3番手、予選第1ラウンド暫定9番手の選手。走行時間が残り30秒。さあ寺村選手は6周目出して7周目。残り20秒を切っています。2番手に2コースの倉谷選手、3番手5コース藤井選手、4番手に6コース吉田選手、5番手に3コース澤田選手、6番手に1コース赤井選手のオーダー。レース時間残り5秒。さあ2分経過しました。5コースゴール藤井選手ゴールです。5コースゴールレース走行中、2コース3コースゴール4コースゴールレース走行中です。6コースゴール、さあ残るは川絶景1番、まだレース走行中です。全車ゴールです。トップゴールは川絶景4番寺村選手、おめでとうございます。九州の2分13秒170、予選の第1ラウンドの、ね、記録にはちょっと届きませんでしたが見事九州をマークしています。さあ続きましてノビスカス第2ヒートです。グレーのカーブに、ね、送信機とマシンで入れます。